バン。いろいろありました。ごきげんよう、望月ひまわりだよ。2021年振り返り、いよいよ2021年も残すところわずかですが、こうさぎちゃんたちは今年1年どうだったでしょうか。ひまわりはいろいろありました。いろいろありましたよ。というわけでね、今回は YouTuber っぽく今年1年の思い出を振り返っていこうと思います。じゃあまずは上半期から振り返っていこうと思います。上半期の望月ひまわりといえば、そうですね、ヘホゲに2本出演したり、そしてラジオ形式の生配信金持ち持ちを始めたり、いろいろ新しいことに挑戦していましたね。そんな中で年始めにやったことといえば、企業案件ですよ。新年運試しガチャ、社長になって頑張ります、ミストトレインガールズ、こちらですね。新年早々企業案件からスタートしたひまわりなんですけれども、まあソシャゲはね、ひまわりはスクフェスとかデレステに貢ぎまくった過去からね、女のソシャゲは危ねえという持論があるんですけれどもね、この案件をきっかけに始めてしまいまして、現在も続けている作品でございます。全部の SS レアのキャラクターを持ってまして、限定とかもね、復刻とかで全部揃えたので、今のところ出ていないもの以外は全部 SS 所持しているぐらいハマってますね。ランクも1000に到達してしまいました。ちなみにですね、社長がこのミストトレインガールズさんのね、運営さんかな、案件とかの担当者さんとお話をする機会があったらしくて、その時にね、またお仕事一緒にさせてくださいよと頼んだらしいんですけど、今でもちゃんとやってるっていう証明があれば考えてあげるよって言ってくださったらしくて、その時にひまわりはね、ランク800とか700とかだったのかな、そのぐらいの時にスクショを送ったんですけれども、それを送ったっきり返事が来ません。ちゃんと好きでやってる証拠見捨てだろう、案件よこせ。いや、一緒に盛り上げていきましょう。ということでね、新たに始めたものもあれば終わるものもあるということで、こちらの動画ですね、15年間追い続けていた映画が完結して廃人になる望月ひまわり。まあ、こちら発売は実は2020年の12月のクリスマスだったんだけれども、こちらがね、ずっと追いかけてきたひまわりの最愛の作品からの少女シリーズがついにカルタグラを入れて15年の時を経て完結してしまいました。いやー、当時はね、もう温めていたものが長すぎて、どう最終作と向き合ったらいいのか分かんないよって戸惑いながらね、遊ばせていただいたんですけれどもね、その葛藤も含め最後に迎えたエンディング素晴らしかったです。その思いをね、床に寝転がって20分ぐらい語らせていただいた動画になります。とはいえね、もうその最後に遊んでから約1年ぐらいもう経ってしまうということでね、まあ空の少女のね、いいところはね、推理物だから1回遊んだらもう2回目っていいんじゃないって思っちゃうんだけど、ボリュームありすぎてね、忘れるんですね記憶がうまい具合に薄れるんですよ。そこでもう1回遊ぶとね、また違った環境からもう1回新たな気持ちで向き合うことができるということでね、年末に遊ぶみたいな感じでちょっと習慣づけてもいいかもしれないなって思うぐらいまた向き合いたくなってみましたね。ちょうど発売からもうすぐクリスマスで1年ということで、一周年向き合うにはちょうどいいかもしれません。ということでね、ひまわり的にもね、新たなワンステップ上に挑戦する時が来た。これがですね、あの空の少女が遊び終わった後の話だった。なんかそのあたりに発表になったと思うんだけれどもね、それがこちらの動画です。ご報告、痴漢もの美少女ゲームに出演することになりました。極限痴漢得意点 2× 望月ひまわりということでね、実はひまわりの目標の一つでもあったヘホゲに出演するという目標、まあその前の年、去年にね、響きの産地はエロゲ屋さんで挿入歌を歌うという形で出演はしているんですけれども、なんとひまわりという自身のキャラクターとして極限痴漢得意点に出演というね、夢が叶ってしまいました。しかもその後ジコさんの方でもね、出ているので、なんと上半期2作品ひまわりは同人と商業両方のヘオゲに出演しているというね、素晴らしいですね。なんかこんなに同じキャラが、しかも2作品1
1、2ヶ月で出るっていうのはなかなかないと思うんでね、今振り返るとすごく貴重な体験をちょっとねさせてもらってるなっていう感じがしますね。まあここがひまりチャンネルの一つの到達点だったように思いますね。ということでね、この時にひまりの目標の一つを果たしてしまったということで、ここからねひまりはじゃあこれからどんな目標を持ってこれからの YouTube 活動に挑んでいこうかっていうのをねいろいろ考えていたりする時期だったんだよ。それでね今は新たな目標、そうヘホゲの復刻、これについてね進めていこうとね今いろいろ情報収集を頑張っています。そしてまあ大きな目標以外にもねまだまだ新たな挑戦しています。それがこちら、ドスケベ条例は実現可能、現役議員と徹底討論したら可能性が見えた、望月ひまり×荻野実スラッシュ抜き足し、はいこちらですね。ドスケベ条例は実は実現可能なんじゃないかっていうね、私は遊んでいた時に思いついたこの持論をもとに現役区議会議員をお呼びしてドスケベ条例について徹底的に議論をさせていただいた動画でございます。そうですね、ひまりの脳内でずっとはびこっていたエッゲたちの情報が今現実世界に解き放たれるのではないかというね手で議論させていただきました。その結果思わぬ形で世に広まることとなりまして、なんとドスケベ条例という単語がねあまりにも日本人にとってセンセーショナルだったんでしょう。世にどんどん広まり続けまして、望月ひまりでも荻野実でもなくドスケベ条例がトレンド入りするというね、なぜかドスケベ条例っていうトレンドをクリックしてみんなのツイートを見ると、ドスケベ条例これ日本で始まるのみたいなねツイートを見たりとかして、これってもしかして本気にしてる人いるのっていうね、ちょっといつまつの不安をね今後の日本の未来に対してちょっとふんわり抱いたような気もするんですけれどもね、それよりもこのドスケベ条例がトレンド入りするというねお祭りがね嬉しくて、なんかまあいっかみたいな感じだったような気がするんだけどね、正直ちょっとあんまり覚えてないっていうのがあるんだけれどもね、こういうことがありすぎるとちょっと前半のこと忘れちゃってあまり思い出せないんだけど、でもとにかく前準備に時間がかかって、この日のためにね公民の教科書を読んだりとかね、池上彰の番組とかをね見たりとかしてね、こうやって政治について討論するんだっていうのをね、まさかのドスケベ条例を通して勉強させていただいたりとかしてね、ひまり自身の成長にもかなりお世話になった動画だなと思っています。この動画皆様の未来にもね役立つことができれば幸いです。はい、そして迎えました祝事務所所属1周年ライブ786万4000円、これなんだ。ここでねまさかのまだユニクリエイトに所属してから1年しか経っていない、もう今から振り返るとねずーっと最初からいたような気もするくらいね長く感じるんですけれども、まだたったの1年ということでねお祝いをさせていただきました。まあ、この時に学んだことといえばですね、曲の許諾を取るまではいいけど、曲の許諾を取る時は著作権のホワイトリストに入れてもらうことまでが曲の許可を取るということをね忘れないように行動しなければならないということですね。このお話の理由が気になる方はこの頃のアーカイブ、そして事務所所属1周年ライブが削除されましたという動画もね合わせてご覧いただければと思いますんでね、どうぞ振り返りにご利用くださいませ。はい、ここからね望月ひまりの2021年、まあ、後半ぐらいの話題になってくるんだけど、後半といえばヘホゲの生配信が始まったり、ひま散歩をロケし始めたりとね、まだまだ新しいことたくさん挑戦していますよ。ヘホゲの生配信はですね、弊社スタッフの大森が開発した大森システム、まあ OBS の設定をいじくっただけなんですけれども、こちらでねヘホゲの生配信をどうにかしてやるというね方法を編み出すのに成功いたしましてね、試験のテストを配信でさせていただいたんですが、まあそちらは諸事情により非公開になってしまったので、その遊んだ時の感想をまとめて動画にしたこちらの動画、ハラマセで金メダルふにゃふにゃげで五輪の舞台裏の苦労を学ぼう、はいこちらはね参考にしていただければと思います。とにかく生配信で表現をやりたいというね欲望を叶えてくれたユニクリエイトの皆様、そしてそのシステムを開発してくれた大森に感謝です。
レビュー動画見てくださいね。その後もですね、確か7月に次の空があるということでね、塚地先生にワンチャン次の空のアニメ一緒に見てくんねえかなと思って打診をしたところ、なんとちょっと俺は忙しくて来れないけど、見るなら別に好きに見ていいよという許可をいただけまして、みんなで見るというね、配信も大盛りシステムが稼働することで叶えました。ただちょっと大盛りシステムは不調でね、リアルタイムで大盛りがアニメのやべえところをプレミアプロで隠して編集した動画を見るっていうね、大盛りシステム人力に切り替わったんですけれどもね、こちらもね、みんなで見るということ、大盛りシステムという存在があったからこそ叶った企画ということでね、ありがとうございました。塚地先生、忙しくて配信には出られないんだって言ってたけど、その割には最初から最後までね、楽しそうに見守ってくださってね、実は来れたんじゃないのという疑念がひまりの中でずっとあります。塚地先生、次は一緒に見ようね。はい、そしてひまりチャンネルの2大コンテンツといえば、大盛りシステムによるヘホゲ配信と、そうですね、暇散歩ですね、秋葉原完全網羅、ふにゃふにゃギガ買えるお店全部回る2001コンプリートふにゃふにゃふにゃゲームショップスイン秋葉原ということで、こちらですね、ガオ先生の画展に行く様子を暇散歩にしたところ好評だったので、じゃあ次は秋葉原のヘホゲショップ全部網羅じゃいということでね、道順やお店の中のロケの許可取りなどなど、全てをねこう綿密に調べたりロケハンしたりした上で挑みました。こちらの動画、結果的にね、ちょっとロケのね大変さをなめておりまして、思ったより撮った尺、撮る尺が必要だったりとか、あとはねコロナによって閉店時間が早かったりとかして、ヒマラはちょっとね、まあお寝坊さんと言いますか、まあ午前中に起きれたら早起きな世界で生きてますんでね、まあ生活リズムも合わないわ、ロケも進まないわでね、結果的に動画の撮れ高をまとめるだけで1週間かかってしまいました。その時に撮影許可をいただけたショップの皆様、本当にありがとうございました。ちなみにこの動画の最中でひまりはカメラの広角レンズをどこかに落として夜遅くまで歩き回るというね愚行をしたんですけれども、その広角レンズ数ヶ月後に無事リュックの中から発見されました。アーメン。はい、そうだな、あと印象に残ってる動画といえば、まあ、割と最近の動画にもなってくるんだけど、望月ひまりグッズの高額転売を発見、定額転売に交渉します、こちらの動画ですね。これエゴサをしてたら、コウサギちゃんたちがひまりのアクリルスタンドが5万円で転売されてるって言ってるのを見て生まれた企画なんですけれどもね、まあ本編は動画参照なんだけど、その後にね後日談がありまして、なんとまさかの転売ヤー本人がね、この動画の最後で5万円のページ削除していたんだけれども、なんかよくわかんないんだけど、なんかコメント欄を見たいという意見をいただけましたので、商品ページ復活させましたって言って急に復活をさせたんですよ。まあ今消えてるんだけど、でその中で文章の最後に肖像権で訴えますみたいな、肖像権で通報しましたみたいな書いてあって、謎の展開がね発生したんだよ。え、肖像権、肖像権って言うならひまりの画像も勝手にお前の商品ページで使われてるんだけどっていう感じになって、何が言いたいんだこの人はみたいな感じになったんだけれども、肖像権の意味わかりますか。なんかね、その後しかも多分その出品者本人であろうアカウントから DM が来まして、あなたは肖像権を侵害してるんですよ、あの動画削除してください、無視ですかみたいな感じでね、2回に分けてね DM も来てましたが、まあそれはそれとしてひまりは忙しかったのでね、次の動画を作るためにせっせとお仕事をしておりました。こんな感じでね、高額転売のねネタの動画あったじゃないですか。それね、本当はもうちょっと早く投稿する予定だったんですよ。ただあれが挟んでしまったおかげで1週間延期になってしまったんですね。そう、あれです、謹慎期間です。ということでね、本当は謹慎された日当日にアップする予定だったんだけれども、それがねできなくなってしまったので、しょうがないから旅行に行くことにしまして、来ました動画がこちらですね。ラミーン、そうれ、日本最南端のヘホゲを探して沖縄へ、ヘホゲンチュになる望月ひまり、こちらですね。せっかくだからと謹慎期間の1週間を使って、望月ひまり沖縄に旅行に行かせていただきました。沖縄へ行って
で最南端のねヘホゲを探す。ちなみになんかあれみたいですね、一番西のヘホゲにも該当するみたいなんで、なんと西と南を同時に攻略してしまったということになりますね。そしてこの動画の余談なんですが、最後の最南端のねヘホゲを売ってたお店の店員さんとお話をしていた時にね、このお店の販売価格は適正かどうかっていうのをねめちゃめちゃ聞かれまして、今回ひまりが最南端のヘホゲと、あと前から欲しかった炎の腹虫持ってレジに持って行ったら、あ、これが東京では本当はもっと安い価格で売られているから、うちのお店ではこれを買ったという意味なんでしょうかってこと細かく聞かれまして、いや一番南だからですよ、あと炎の腹虫は今欲しいからですっていう話をしたんですけれどもね、なんかひまりのことを東京から来たねヘホゲの仕入れと販売価格のね値付けに詳しい有識者の人間だとね思ってくださったみたいなんですけれどもね、まあただのねヘホゲーマーと言いますかね、まあそのくらいのオーラがひまりにはあったんでしょうね。あの時の店員さんお世話になりました。あとはそうだな、まあ、後半はね基本的にずっと忙しかったからな。あ、美少女化した偉人クイズなら歴史オタクとヘホゲオタク互角説レジクロ×望月ひまりということでね、ミスター武士道さんをね急遽オファーしましてね、やったこの生配信とかね、あ大変だったな。あの時 2,3 日ですぐオファー受けてくださってすぐ駆けつけてくれたミスター武士道さん、あなたは本物の武士です、ありがとうございました。いやなんかこうして見るとひまりめちゃくちゃ頑張ってますね。小崎ちゃんもそう思うでしょう。こんな頑張り屋のひまり、来年は YouTube さんが優しくしてくれることでしょう。というわけで来年も頑張っていきますよ。ここらでね来年の抱負もお話しさせていただこうと思います。まずはそうですね、ヘホゲ復刻ですね。正直ね運とかも絡んでくる要素があるので来年で叶うのかと言われるとね、まあめっちゃ厳しいところではあるとは思うんだけどね、何かしらの進展はねさせて報告することができたらなと思っています。そしてそしてオリジナルソングですね。こちら2021年内にね本当は発表したかったんだけれどもね間に合いませんでした。こちらも発表、2022年にねひまりのピッチピチなオリジナルソングを披露できたらと思いますんでね、楽しみにしていてください。あとはそうだな、今年もたくさんいろんな人とねコラボさせてもらったから、まあひまりが1回目の謹慎の時に見てた TMA の AV もね中の出演者の方々とかねちょっと会ってみてえなーってちょっと思いますね。フェイスステイナイトのゴロとかね、日暮らしが泣く頃にのミオンみたいな人とかね、まあこれはもうすぐもしかしたら叶うかもしれないけど、当時のね制作秘話とかちょっと聞けたら嬉しいなって思いますね。ということで望月ひまりの来年の抱負、ヘホゲ復刻にオリジナルソング発表、そして TMA 作品の出演者と話す、はい、こちらの野望叶うのか、小崎ちゃんたちぜひ応援をよろしくお願いします。ひまりの野望を叶えるには小崎さんの応援が欠かせません。チャンネル登録いつも待ってます。メンバーシップオールウェイズオッケー、ファンボックス最近ちょっとまた頑張り出しました、入ってくれ、ファンアートスケベなのを特によろしくお願いします。来年もひまりについてこい。以上、望月ひまりでした。またね、チャンネル登録よろしくね、お願いします、チャンネル登録してね、してね、よろしく。